三国あわら線は、福井県福井市の福井口駅から、福井県坂井市の三国港駅までを結ぶ、越前鉄道の鉄道路線である。福井平野北部を縦貫し、県と福井と古くからの港町三国を結んでいる。沿線には、あわら温泉や東尋坊などの観光名所がある。以前は、京福電気鉄道が運営していたが、2003年から、越前鉄道の運営となった。三国あわら線内のみで完結する列車はなく、勝山永平寺線もしくは、福井鉄道、福武線に乗り入れる形で運行されている。かつては、勝山永平寺線福井口駅福井駅間への乗り入れのみだったが、2016年3月27日から田原町駅を経て、福井鉄道福武線との相互直通運転を開始した。長時間帯には、福武線越前武雄駅三国あわら線福、大前西福井駅間に普通列車、昼間時間帯は、越前武雄駅三国あわら線和室か、針原駅間に急行列車が運行される。昼間時間帯は、福井駅三国港駅間の普通列車が、毎時2本と、越前武雄駅和室か針原駅間の急行列車が、毎時1本運行され、長時間帯には三国港発福井駅快速列車と、あわら湯の町発福井駅、福井駅西、長田百合の里駅間、越前武雄駅福、大前西福井駅間の普通列車が運行される。福井駅三国港駅間の所要時間は昼間時折48分、上り50分である。福井鉄道との相互乗り入れ計画開始当初は、直通区間を福井市内で完結する形態となる、福武線の浅水駅和室か針原駅間で、福井鉄道車両のみの片乗り入れとする計画であったが、福井鉄道側の施設面やダイヤ面、及び旅客の利便性を向上させる目的から、当初計画を変更し、起点の越前武雄駅からの直通及び、越前鉄道側も、車両を用意しての相互直通運転とした。一方で、越前鉄道側は、相互直通列車の折り返し駅は、当初の計画通り和室か針原駅のままとしたため、越前鉄道直通列車は、あわら湯の町、三国港方面には設定されていない。三国港駅の始発は5時半過ぎだが、2019年9月までは、月曜早朝にはそれより、前の5時過ぎに、福井駅始発列車として、快速列車、目覚ましトレインが設定されていた。福井駅の終電は23時10分過ぎである。基本的に、ワンマン運転だが、昼間の列車には、女性アテンダントが乗務し、乗車券の販売、回収や車内アナウンス、お年寄りなどの乗車、下車のサポートを行う。ただしドアの開閉は運転士が担当する。三国港駅で車両の夜間滞泊を行っている。快速列車は三国神社駅、水井駅、万電駅、中住駅を通過する。かつて運行されていた目覚ましトレインは、本庄駅、大関駅、下兵庫駅も通過していた。福井鉄道、福武線直通の急行は、三国あわら線内では、中住駅以外の各駅に停車する。京福電鉄の時代には朝夕に急行列車が設定されていたほか、昭和50年代には、勝山駅三国港駅間を直通する臨時海水浴特急を運転していた。また、最終列車は早かった。京福時代の急行は、三国港駅、新田塚駅間で通過運転を行い、新田塚駅福井駅間は各駅に停車していた。通過運転区間の途中停車駅は三国駅、あわら湯町駅、本庄駅、西長田駅、西春江駅であった。停車駅は朝夕で同じだった。毎年8月に、坂井市三国町で開かれる花火大会の時には、夜間時間帯に臨時列車が運行されている。2014年は台風の影響で9月に延期された。三国あわら線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。三国町から福井と大聖寺を目指し、下越電気鉄道が1919年12月に免許を取得した福井市三国町石川県三木村間の計画が原型である。第一次世界大戦後の不況で計画は難航。1923年に吉崎電気鉄道に社名を改め、第一期線を福井口から、海老女橋伏田新春江原三国、第二期線を芦原吉崎大聖寺として建設することになった。しかし、第二期線は1925年4月に免許が失効し、吉崎鉄道が、あわら、吉崎間、石川県の温泉電気が、吉崎大聖寺間の計画を継承した。第一期線の建設にあたり、1925年頃から、京都電灯が経営に参加、1927年に三国あわら電鉄に、社名を改めて着工した。1928年に福井口あわら間が開業した。翌年三国町まで延伸、京都電灯越前電気鉄道線の福井口間に乗り入れた。なお1927年9月には三国、東尋坊口間の延長線、西春江伏田間の支線の免許も取得し、前者は海岸線として1932年に開業したが、後者は1934年に免許が失効している。戦時下に入り1942年に、京都電灯の鉄軌道事業を継承した京福電気鉄道に合併して同社の三国あわら線となる。電車三国東尋坊口間は不要不急線として1944年に休止された。同年に休止された三国線の線路を運輸通信省から借り受けて電化し、三国三国港間が開業。現在の営業区間となった。なお、三国線は戦後の1946年に金津あわら間で営業を再開するが1972年に廃止されている。2001年に越前本線で起きた列車衝突事故のため事業改善命令が出されて三国あわら線も休止となり、2003年に越前鉄道へ譲渡。同年夏に運行再開された。電車三国駅宿駅東尋坊口駅、駅名は廃止時点のもの。京福電気鉄道三国あわら線に関するカテゴリー。ありがとうございます。